萩原センターの帰りにちょっと今ここの工事現場に来ましたんで、ここちょっとセットしときますね。今溶接工事やってますんで、コンドミニアム第4ビルのね、工事の道のこれバリケードを作ってるんですけどね、取れるかな、ここでいいや。ここにこれでよく取れるね。手を右手今影作ってるんですけど、これ外すとこうなっちゃうんだけどね。まあいいか、これ立ってればいいか。ここに立ってればいいよね。なんかいい方法ないかな、よく取れる方法。これはどうかな、ここはどうかな、これはどうかな、これでどうでしょう。これでどうかな。ここか、ここですね。ここでちょっと取っとき、置いときますから、ここで。
溶接工事が終わっちゃいましたね。溶接工事が終わりました。今日はこんな空なんですけどね、5時半頃になるとね、朝東から西に行った鳥の群れがね、ちょうどこの辺通過するんですよね。今さっきちょっと20匹ぐらい横切りましたけど、時たま大群でバーってね移動してる時があるんです。同じ時間ですから、毎日朝もね同じ時間に東から西へ行くんですよね。でこれは今西の空撮ってんで、西の空から東の空に帰ってくる鳥がいっぱいいるんですけど、去年はねいっぱい撮れたんですけどね、あのビデオ、今年はまだ撮ってないんですよね。でカメラ向けないと飛んでくるんですよね。今ちょっと8匹ぐらい飛びましたけど、わーっと群れがね50匹60匹まとまって飛んでくる時あるんですよね。うん、今ちょっと来たけど、ほらちょっとだけ来ましたね。同じ時間でみんな移動してんですよね、鳥も。今ちょっとね鳥取れたら終わりにしますから。待ってると来ないんだよね。もう諦めた頃来るんだよね不思議なもんですよね。
ちょうど今時間なんですよ。帰ってくる時間なんですね。どっかでね、電線とかね、大きい木でみんな休んでてね、リーダーがいて飛び出すと一斉にみんなね飛び出すんで、どっかでね休んでるかもしんないですね。順番順番で飛んでくるんですよね。残念ながら来そうもないんで終わりますか。仕方ない、終わります、仕方ないね。